皆さん、こんにちは。せっかくこの動画を選んで見ていただけた方のために、少しだけ私の方で解説しておこうと思います。猿は、毎度、動画に映っていたような、二次燃焼型ストーブを選んで使います。理由は煙が少ないからです。実は以前の動画でも、視聴者の方から、煙を出さない焚き火のやり方を解説してほしいというご要望をいただいておりましたが、極論すると、このストーブを使えば誰がやっても煙は少なめになると思います。猿が個人的な経験から学んだことを踏まえて、少し詳しくお話しします。焚き火から出る煙の正体は、水蒸気と不完全燃焼によって、薪から発生するガスです。したがって煙を抑えるためには完全燃焼させると良いみたいです。そのために大切なのが、酸素と温度と燃料の3つです。酸素が足りないと、目に染みる一酸化炭素などの有害ガスが発生します。温度が低い場合も、燃え方が中途半端になって、不完全燃焼になります。また、薪が湿ってたり、硬くて、太い、木だったりしても同じです。したがって、酸素を十分に供給し、薪を高温に維持すれば、煙の少ない完全燃焼が可能です。これらの条件を満たすのが、二次燃焼ストーブです。炎は原則として上に向かって燃え上がるので、縦長の筒状のストーブは有利だと思います。また、ストーブに燃焼室が備わっていれば、薪を高温に維持できます。したがって、薪の燃焼効率に限って言えば、猿は縦長の筒型二次燃焼、ストーブが最強だと思います。もっとも、料理のしやすさや薪のくべやすさを重視すれば、別の形状のストーブの方が有利です。したがって、ストーブの選択は、ユーザーが何を重視するかで決まります。次に、燃料で使う。薪の種類について、猿の考えをご紹介します。煙を出さないことを最優先するなら、針葉樹が有利です。逆に、硬くて、重い、広葉樹は、論外です。よほど火力が上がった後で、細く、割った、広葉樹を使う場合はいいですが、それ以外だと、広葉樹は、煙が出ます。猿も時々広葉樹を使いますが、それはストーブの燃焼室が相当高温になった後です。しかも、針葉樹よりも細く割って使います。それぐらい広葉樹は煙を抑えるのに気を使います。よく乾いた針葉樹といえば、理想は建築材です。ただ建築用の木材は値段が高いので、ホームセンターの和材コーナーで入手できると理想的です。もちろん、和材コーナーに混ざっている合板は使いません。合板は接着剤で塗り固めているので、燃えると臭いガスが発生するからです。あと大切なのは、薪の太さと長さです。これは使うストーブのサイズや形状で決まります。竹田ストーブの場合、燃焼室の直径が約15センチで、火床の深さは約18センチにしています。この場合、薪の太さは、10ミリから35ミリがよく、また、長さは12センチから23センチが理想です。薪が短すぎると、火床の底に溜まってしまうので、空気の上昇を妨げます。反対に長すぎると、ストーブの上に飛び出た部分が高温にならず、不完全燃焼します。真冬に暖を取りたい場合は、火床を一番下に落とせば、25センチから30センチの薪を投入できるので、強い炎で温まることができます。以上、二次燃焼ストーブについて、猿の思い込みたっぷりのうんちくでした。ここからは、初火入れの様子をご覧ください。